はい、えー。ドリームアカデミアの6月の新しい講義の方を追加しましたのでお知らせいたします、えー。フォローアップ勉強会ですね。はい。2017、2018、2019、2020、2021、2022、2023です。もう早いものでね、ドリアカも、ね、1年目、2年目、3年目、4年目、5年目、 6年目。7年目でございます。ありがとうございます。はい <laughs> はいえー、6月ですね。売れるコンセプトを作る方法です。はい、これね、まあ,あの、超大事です。で、特に、あの、熟成さんからですね、お悩みとか、えー、ご質問をいただいていて、まあ、間違っていることが多々あります。要は、それじゃ売れないよ、それじゃ反応取れないよっていうことが多々あります。で、 それも完備してお話ししてますので、まあ、なかなか反応が取れない、なかなかリストが取れない、なかなか集客ができない、もしくは売れる商品を作れていないっていう場合は100、100%見てください。まあ全員ですね。<laughs> まあ売れてないんだったらね、あの、あと集客ですね。 この売れるコンセプトなんですけども、集客するコンセプトでもあります。売れるコンセプトって言ってますけど、集客するためのコンセプトメイクっていうのもありますので、あのー、まあ集客、まあ大体の問題はね、集客か、まあ売れてるか売れてないかっていう、まあそこだけだと思うんですよ。簡単に言うとね、客数客単。うん、集客してちゃんと売れてますかと。で、集客する上でと売る上でのこのコンセプトっていうのが間違えると。 あのこれを間違えると集客もできないし、これを間違えると売れないと。これを間違えるとリストが取れない。ね。っていうところもありますので、しっかりとこれ、講義聞いてください。で、あとは、ここにもね、文章の方書いてありますので、ここもしっかりとね、読んでいただければなと。あと、実際の僕の失敗事例も入れてます、今回。直近の失敗事例も全部入れてますので、あの、しっかりね、勉強してやっていただくといいと思います。 で、あとね、これは、あの、本コースじゃないんですけども、えー、今月ですね、嬉しい報告いただきまして、それもちょっとシェアしてます。アドバンスコース生で、ね、えっ、ー、と、リスト10名でね、売り上げ81万5000円の売り上げ達成ということで、えー、アドバンスコースに入っていただいている方からですね、ご報告いただいた内容をちょっと添付させていただいております。はい。えー、メルマガリスト10名でね、81万5000円と。YouTube のチャンネル登録21名、メルマガリスト10名で81万上げたと。 すごいですね。うん。はい。で、まあ、ああの、テキストも結構、あの、なんだ、読んでほしいですね。まあ、この動画と、この講義プラステキストもしっかり読み込んで勉強していただくと、より深いが、理解が深まると思いますので、必ずこの講義とプラス、あの、テキストもしっかり読んでください。テキストもしっかりとテキストも本当読んでください。超大事なんで、これ。マジで、これ、これ、これが、これが <laughs> ダメだと、本当に集客、リスト取れないし、 これがダメだと売れないので。でこ、このコンセプトが、もうほとんどコンセプトが9割と言っても過言じゃないんで。マジで。うん。だからこれはね、売り上げに本当に直結しますんで、しっかりとこのコンセプトどうやって作っていくのかっていうのは大事なんで、しっかりと勉強してください。で、うまくいってない人は、あほ,ほぼコンセプトがずれちゃってます。申しますね。売れてない、反応が取れてない人はほとんどコンセプトがずれちゃってますんで。 そこを軌道修正してください、勉強してね。はいということで、えー、売れるコンセプトを作る方法、えー、新しく講義の方を追加しましたので、ご確認ください。では終わります。ありがとうございました。